朽木元綱、裏切り者とは呼ばないで、歴史を地味に動かした男。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり機構は朽木元綱について紹介していこうと思います。今回の主人公は朽木元綱。ご存知のあなた、なかなかの戦国通ですね。この方、2つの大きな戦において、なんとなくその後の天下の行方を左右してしまった運命の男です。功績の割にはパッとしない感が否めない朽木元綱の人生についてご紹介しましょう。ここからはナレーターさんに解説していただきます。2歳で家督を継ぐ朽木元綱は、天文18年1549年、琵琶湖の西、近江の国、高島郡朽木町に生まれました。朽木町一帯は阿戸川上流の朽木谷と呼ばれる渓谷地で、京都若狭をつなぐ佐波街道、朽木街道が通る交通の要衝。古くから材木の産地、朽木の様としても知られています。石高1万石そこそこながらも、材木や若狭の海産物、京の文物が行き交い、商人でにぎわう町でもありました。朽木氏は宇田源氏、佐々木信綱の末裔で、鎌倉時代からこの地域を支配、室町時代には足利将軍家に仕えました。元綱の父、朽木春綱は京の蹴鞠の宗家、飛鳥池から正室を迎えていて、京を脱出した足利義澄、義春らを保護、接待するなど、朝廷、幕府と深い関わりを持っていました。ところが春綱は天文19年1550年、本家筋の高島氏と戦って討ち死に。朽木の家督を継いだのがわずか2歳の血のみ子だった弥五郎、後の元綱でした。朽木の将軍家ファースト。元綱5歳の頃、足利義輝が三好長慶に追われて朽木谷に逃れてきます。長慶が将軍家に従う者は地業を没収すると脅したため、義輝に随伴して朽木谷に来ていた家臣たちは次々と京へ戻っていきましたが、朽木氏は5年にわたって義輝をかくまい続けました。この頃、北近江で勢力を伸ばしていたのが浅井長政。高島軍にも侵攻をかけたため、高島氏など同族の有力武家は浅井氏を受け入れて臣従します。元綱も一時は人質を差し出して臣従しますが、すぐにこれを撤回。浅井氏の圧力を跳ね返して独立路線を取り、将軍家への忠誠を維持します。永禄12年1569年正月、織田信長に報じられて上洛した足利義昭が三好一族に襲撃される本国寺の変が勃発。当時22歳の青年だった元綱は、将軍家護衛のために極寒大雪の中、朽木街道を急ぎ馳せ参じ、明智光秀、細川藤孝らと共に三好勢を撃退しました。この功により、元綱は義昭から名刀乱れ藤四郎を授けられ、朽木家代々の将軍家ファーストの姿勢を評価されています。金ヶ崎の軒口、朽木越え。翌元亀元年1570年4月、信長は将軍の上洛命令を拒否し続け、範囲ありという建前を掲げ、徳川家康と共に越前の朝倉義景を攻めます。北近江の浅井長政は信長の妹市を軽室として織田氏とは同盟関係を結んでいましたが、朝倉氏とも同盟関係にありました。そのため市との政略結婚に際して信長に対朝倉不戦を約束させていたのですが、これを破られてしまった長政は信長を裏切り背後を襲います。北を朝倉勢、南を浅井勢に攻撃されて、信長家康連合軍は敗走します。京へ撤退するにあたり、ルートは2つ。1つは琵琶湖西岸を南下するルートですが、これは浅井と比叡山の手勢がうじゃうじゃしているため使えません。信長は2つ目、内陸の朽木谷を通過するルートを取り、松永久秀を使者として元綱に協力を求めます。
これを受け元綱は信長の朽木街道通過を認めて丁重にもてなし、京への案内を務めました。元綱はこの時、鎧をつけていては織田様も不安になるだろうと武装を解いて対応したそうで、細かい心遣いのできる人だったようです。代々の将軍家への接待によって培われたおもてなしの心の表れだったのでしょう。元綱の本音。この時点では元綱は朝倉に組していて、一説には元綱はもともと信長を討つつもりだったとも言われています。とはいえ信長は一応足利将軍家を保護する立場でしたから、将軍家ファーストの元綱が信長を討つとは考えにくいのではないでしょうか。久秀もそんな元綱の立場を見越して交渉したでしょうし、信長の軍勢に母方のいとこ飛鳥井正篤が従軍していたことも元綱が信長を助ける動機となったことでしょう。でもまあ本音を言えば、浅井朝倉と織田を天秤にかけて日和見していたところに、敗走中とはいえ織田の軍勢がおっかない顔をして押し寄せてきたから、なし崩し的に協力することになっちゃったということなのかもしれませんね。もし元綱が信長を討たないまでも朽木谷で足止めを食らわせていたら、今私たちが知っている日本の歴史は大きく変わっていたはず。信長、秀吉、家康、光秀など後の戦国ヒーローたちがあわや一網打尽という危機的状況を救ったわけですから、何はともあれ元綱グッジョブですよね。ちなみにこの時しんがりを務めたとされる羽柴秀吉ですが、彼が朽木谷で出会ったのが猿飛仁助という山賊で、伝説の忍者猿飛佐助のモデルとなった人物だという言い伝えがあります。その後元綱は信長に仕えましたが、危機を救った命の恩人であるにもかかわらず、東軍家との関係が深かったためかあまり厚遇はされなかったようです。この辺が元綱のパッとしないポイントですね。豊臣政権下でも目立った動きは少なく、それでも本領の朽木谷を安堵、伊勢安納に2000石の加増を受けて地道に所領を収めています。寝返り関ヶ原の戦い。慶長5年1600年関ヶ原の戦いでは、元綱は大谷義継に従い西軍に組みします。松尾山の麓に大谷隊、脇坂康春隊、小川助忠隊、赤座直康隊とともに600の兵で布陣した元綱、同行の怪しい小早川隊への抑えとしての配置だったとも言われています。しかし元綱は脇坂、小川、赤座らと同様に東道高虎から調略を受けており、内々に東軍への寝返りを約束していたのです。9月15日の辰野国午前8時ごろ、本戦の戦闘が開始。当初霧と雨に煙っていた戦場も美濃国午前10時ごろには日が差し、視界も開けてきました。松尾山城に布陣した西軍小早川秀明は黒田長政に内通しており、東軍に寝返る手はずでしたが、催促を受けてもなかなか動きません。ドラマや映画ではこの辺りの小早川秀明の葛藤が見どころの一つになっていますよね。正午過ぎ、ついに小早川隊が東軍に転じ大谷隊を襲撃。しかし大谷義継にとってここまでは想定内。死力を振り絞って小早川隊を松尾山の麓へ押し戻します。そんな戦略を受けて東道高虎が陣中にて旗を振らせます。するとそれまで東軍相手にのらりくらりと戦闘を交わしていた朽木、脇坂、小川、赤座隊が突如として方向を転換、一斉に大谷隊の脇腹に襲いかかりました。指物大谷義継もこの4体の寝返りは全くの想定外。大谷隊は松尾山寝返り隊に飲み込まれるように壊滅に追い込まれ、義継は自陣。およそ6時間の戦闘の末、西軍は敗北しました。戦後の残念エピソード。東道高虎の合図のタイミングが最高だったため、結果的に関ヶ原の戦況を変えることになった元綱たち松尾山寝返り隊。さぞかしその後も待遇も良かったのではと思いますよね。
ところがなんと元綱は9600石弱に減俸されてしまいます。その理由があらかじめ東軍へ通じる旨を表明していなかったから。脇坂康晴はきっちり書状を届けて意思表明していたので無事に所領を安堵されましたが、残りの2人に至っては裏切り者として改役処分になっています。それでも朽木氏は名門だったため減俸処分止まりだったのでしょう。元綱は事前に家康に対して東軍に寝返る旨の書状を出したものの、藤堂さんちゃんと家康に伝えていなかったようです。あるいは家康から朽木のごとき正体の動向など対局に関わりなかろうと軽視され忘れられてしまったというエピソードが伝わります。忘れられちゃうほど注目されていなかったの？としょんぼりしたであろう元綱。それでも改役を免れ、後に所領を回復、子孫は幕末までしっかり存続しているので結果往来といったところではないでしょうか。まとめ。北近江の交通と経済の要衝朽木谷を支配し、代々足利将軍家に忠節を尽くしてきた朽木氏。元綱はわずか2歳にしてその家督を継ぎ、周辺の有力大名の圧力にさらされてきました。織田信長の退却戦金ヶ崎の軒口では京への退却路として朽木谷を案内し、結果として後の三英傑の命を救っています。関ヶ原でも小早川秀明らと共に東軍に寝返り、その勝利に貢献しました。歴史のターニングポイントで2度も重要な役割を果たしているにもかかわらず、当時からあまり評価が高くない朽木元綱。確かに積極的に潮流を変えていくような人物ではなかったようです。しかしお家存続という武家の第一義はしっかりと果たし、家名をつなぎました。元綱は世に太平がなった後の元和2年1616年に出家、剃髪して墨斎と号し、寛永9年1632年に84歳で亡くなるまで故郷の朽木谷で余生を過ごしました。地味な性分ながら時代の方向性を見極め、その時々のベストを尽くして乱世を生き抜いた堅実な人生でした。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。もしよかったらチャンネル登録お願いします。この軍配の前にボタンが現れますので、もしよかったら押してみてくださいね。あとこちらの動画ももしよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。